サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシーノート 3SCL22 ギャラクシーノート 3SCL22 は韓国のサムスン電子によって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話の au3G よび第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンである製品番号は SMN900J グローバルモデルである Galaxy Note 3の日本国内ローカライズモデルで AU 向けとしては初となる Note シリーズの端末である。ちなみに本機種より Note シリーズのナンバリングがローマ数字からアラビア数字へと変更されている。Note シリーズの象徴である S ペンの機能が強化されており S ペンのボタンを押しながら浮かせた状態で操作するランチャー。 エアーコマンド機能が追加されている。また、日本国内向け機能としてワンセグ、を財布形態、赤外線通信に対応している。ただし、赤外線通信は、リモコン操作のみの利用となる。なお、防水、防塵性能は備えておらず、フルセグ放送の受信には対応していない。当機種は一連の au スマートフォンファブレットとしては、初めて、 工場出荷時より Android 4.3を搭載している。Galaxy シ,シリーズに搭載されていた Samsung 関連のアプリ、さらに au 関連、Google 関連のアプリも搭載されている。Facebook や YouTube なども搭載されている端末もある。PC 向け Web ブ,ブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧付加。 2014年、Android 4.4にへのアップデートが発表され、2014年7月9日より配信が開始された。ありがとうございます。